日本東京都葛飾区水元水元は東京都葛飾区の地名。現行行政町名は水元1丁目から5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は1 2ロ0 0 3 2葛飾区の北部、水元地域の中央に位置する。北及び東で東水元3.45.6丁目。北で埼玉県八代市湖新田。 南で南水元2.4丁目、西で西水元1.5、6丁目、大場川を挟んで埼玉県や潮市大瀬と隣接する。主に住宅地として利用される。町域は東京都道307号王子金町江戸川線で、四方を隠し、町域内は直線上の道路が格子状に整備された計画的な町並みが見られる。築南辺の都道沿いには、 カツシカ工場が立地し、その青と白のコントラストが映える高い煙突が、水元だけでなく、周辺地域の特徴的なランドマークとなっている。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、水元3から10から13の地点で21万6千円、平方メートルとなっている。百八十九年の町村制施行時点では、 南葛飾郡水元村、大和雑も大号、上大号、大号神殿、猿が、またのそれぞれ一部であった。1932年に水元村は、東京市に編入され、水元村、大和雑も大号、上大号、大号神殿、猿がまたはそれぞれ水元大号町、水元大神町、水元大号新町、水元猿町となる。 1981年には住居表示が実施され、水元小郷町、水元小郷上町、水元小郷新町、水元猿町の一部が水元1から5丁目となって、現在に至っている。旧来の水元村に由来。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 当地内には、鉄道駅はないが、徒歩30分圏内に東京メトロ千代田線、北綾瀬駅、JR 常磐線亀有駅、金町駅、京成金町線京成金町駅、つくばエクスプレス、青駅、六町駅、八潮駅などがある。京成バスを中心としたバス路線網が充実している。小55系統 JR 小岩駅、JR 金町駅、 小56系統 JR 小岩駅、戸ヶ崎総社場。また、西水元地区では、東武バスの路線も通る。ありがとうございます。